はい、皆様こんにちは、こんばんは、てるてる百貨店てるカイザーです。はい、今日はね、雑誌の付録レビューになります。何を買ってきたかというとこちらになります。リンネルの5月号になります。で、ただね、リンネルの5月号になりますが、こちらね、お気をつけいただきたいのは、これ増刊号になります。で、増刊号ってね、何かっていうとね、まあ、こちらにちっちゃく書いてありますけど、セブンネットショッピング、セブンイレブン限定になりますので、こちらのね、リンネルの増刊号に関しては、ご購入したい場合はね、セブンネットショッピングか、セブンイレブンのね、コンビニで、ご購入ができますといった感じになっております。これ別のコンビニとかね、書店では売ってないので、お気をつけください。はい。で、このリンネルのね、増刊5月号を買ってきた理由は、こちらになります。スヌーピーとロゴスのコラボの、ツーウェイエコバッグ&カラナビ付きポーチ、これが付いているんでね、購入してきました。今回私の別の動画でね、リンネルの通常版でね、保冷巾着とトートバッグが、付いております。今回、こちらの増刊号に関してはね、この、2way エコバッグとカラナビが付いているんでね、まあ合わせて使えればと思って購入してきました。あとこのね、カラナビ付きポーチはね、このエコバッグを入れるやつなんですけど、これ単体としてもね、小物入れとしても使えると思いますので、ちょっとこちら開封してね、見ていければなと思っております。こちらにね、エコバッグのサイズね、44×38、ポーチが 14×18.5 っていう風に書いてあります。まあそこそこのね、大きさかなと思います。一応ね、このリンネルの、ウェブサイト、あとこちらのね、寸法に関しては概要欄の方に貼っておきますので、見ていただければと思っております。じゃあ早速ね、開けていきたいと思います。まあ開封動画のね、重要なところは、まあこれ箱にね、こうやって詰まってるんでね、これがね、どういう風に詰まってるかといったところがね、重要になりますんでね、まずこちらのね、開けるところから見ていければなと、見せていければなと思っております。で、これカッターね、開けるときはお気をつけください。結構ね、エコバッグとね、ポーチが入ってる場合には薄手でね、薄い箱に入っております。じゃあこれ開けますね。はい。こんな感じで入っております。まあ当然ね、ちっちゃく折りたたまれているんでね、その辺の折れ具合とかね、あとよくあるのがね、こう印刷してあるやつ、あとはエコバッグになるとね、化学繊維の匂いが気になるというのがあるんでね、ちょっとその辺も見ていければなと思います。はい。じゃあまずね、こちらね、ポーチから見ていきます。うん、ポーチはね、うん、そんなに化学繊維の匂いはね、強くしないですね。まあ、若干微量に、いたします。多分このナイロンの繊維の、匂いだと思います。このね、塗料のね、匂いではないですね。まあ、全面的にね、匂いがするんで多分ね、素材の匂いだと思います。はい。今回ね、スヌーピーだけではなくて、ロゴスとのコラボなので、色合い的にもね、非常に、ね、いいものになっております。まずこちらが全面ね、スヌーピーの絵柄があって、で、こちらにロゴスのタグがついております。で、ナイロンのね、手触りのいいナイロンになっております。で、カラナビ付きでね、こちらに、なんかロゴスをイメージしたね、茶色いね、カラビナがついてますけどね。まあ、ちょっとこれはね、特にね、印刷はされてないですね。まあ、これにロゴスとか印刷されてるとかっこいいんですけどね。このカラビナについてはね、特に、何もついてないです。で、裏面ね。裏面は特に印刷されてないですね。で、こちらチャックがね、上についてまして、まあ、非常にチャックはね、開けやすいチャックですね。はい、中はこんな感じになってますね。まあ、内ポケットとか仕切りとかが特になくて、まあ、そのままね、ポンと入れられる、小物入れポーチっていう感じですね。まあ、これ本体のね、目的はね、こっちのエコバッグを入れて、このカラビナでね、カラビナで、まあ、カバンにね、ぶる下げるといった目的だと思うんですけどね。はい、こちらはこんな感じになっております。スヌーピーもね、ロゴスとコラボなので、寝袋に入って寝てるといった感じですね。はい。じゃあ続きまして、こちらのね、エコバッグお見せします。これだからね、いつもこれ、エコバッグはね、なんか特殊な折り方で、ちっちゃいポジになりますよっていう感じなんですけど、今回はね、
こちらのね、収納ポーチが付いてるんで、まあ普通に折りたたんでしまえていただければといった、タイプになっております。はい。広げていきたいと思います。はい。絵柄的にはね、こんな感じですね。ピーナッツという感じでスヌーピーとね、3匹のちっちゃいのが並んでおりまして、まあキャンプをイメージしたね、絵柄になってます。で、上のところにロゴスのね、マークが印刷されておりますといった感じですね。まあ全面的にロゴスのね、まあキャンピングイメージをね、意識して、まあ茶色いね、大きさになってます。これ私がこんな持っててもね、この大きさになってますね。で、裏はね、特に何もないですね。まあ、今回はね、特に、外ポケット、内ポケットはなくて、本当にシンプルなエコバッグと、ポーチといったイメージになってます。で、こちら 2way なんでね、まずこちらね、そのままエコバッグとして掴んであれば、上に取っ手がこうついてますといった感じになってます。で、耐久性に関しては、まあ、このね、あの、エコバッグのナイロンに、縫い付けられてあるんですけど、一応上のところはね、この二重に、折りたたま、折り込んであって、この中にこのね、あの、紐、巾着通してるんですけど、一応ここの二重のところに、こちらね、手提げの取っ手が、縫い付けられてる形になります。なので、まあ、このね、薄いペラペラのところに取っ手を縫い付けてるんではなくて、上のところをね、折り返して、そのステッチのところにね、縫い付けてあるので、まあ、そこそこの耐久性はあるんじゃないかなと思います。はい。こっちも同じですね。で、取っ手に関してはね、ナイロン素材の取っ手になっているので、若干ね、ちょっとゴワゴワっとした感じのデザイン割りかなと思います。はい。で、こちらね、一応 2way なんでね、こちらの紐をね、引っ張っていただくと、これでね、肩掛けの、ね、なんかショルダーバッグみたいな感じになりますといった感じになっておりますね。で、ここに関しても一応ね、こんな感じで、ね、ヘリの部分がね、縫い付けられておりますというふうになってます。下はね、上については先ほどのこの間口のところがね、二重になってそこに紐が通してある感じなので、上はこんな感じで巾着になってます。下の方が、まあ、よくね、これ、まあ、ライブとか行ったことある人はわかると思うんですけど、ライブのね、パンフとか入れる、袋売ってると思うんですけどね。まあ、こんな感じで、下の方だけ、タグがついていて、そこに紐が通っているといった感じになっております。で、こちらについては一応ここでね、こんな感じで、紐をね、調整できる。上のところがだから開かないように、こうやってキュッとね、絞れる、タグ、ね、機能がついております。これはここボタン式になってて、ボタンを押してこれをね、スライドさせるといったね、一応機能がついておりますといった感じですね。はい、こんな感じでね。キュッと絞って、これね、上のボタンを押しながらね、キュッと絞っていただければ、上は開かないという感じになるので、まあこれ肩からね、斜めに下げてても、まあ落とすことはないといった感じの機能になっております。はい。で、ちょっとね、元の手下げに戻しますが、一応ね、このリンネルのね、雑誌との比較ですけど、はい。まあ、こんな感じでね、リンネルのね、雑誌よりかは、まあ、大きい感じですね。はい、こんな感じで、二回り、もう全然ね、三回りぐらい、もしかしたらね、これ、下ね、横にして、まあ、だいたい 1.5 倍ぐらいのね、サイズ感になりますね。はい。そんな感じです。今回ね、スヌーピーとね、ロゴスのコラボになるので、色合い的にはね、やっぱりロゴス色が強いね、ちょっとこういう茶色いね、エコバッグになってるんでね、これ非常にいいんじゃないかなとは思います。はい、こんな感じのね、サイズ感になっておりますね。はい、以上となります。今回はね、リンネル増刊5月号で、スヌーピーとロゴスのコラボのね、エコバッグとカラビナ付きの、ポーチね。これね、こっちのね、ポーチ、これね、これだけでも非常にね、かっこいいっていうかね、可愛くてね、非常に使い勝手がいいと思いますし、今回ね、ロゴスさんとね、コラボしてるんで、こっちのエコバッグもね、男性が使ってもね、全然おかしくないね、ものになってますし、これ、キャンプでね、
ちょっとしたなんか入れるもので、例えばタオルとか、そういったものを入れるね、簡単なね、エコバッグとして使っていただいてもいいんじゃないかなと思っております。はい、以上となります。こんな感じでね、雑誌の付録レビューを開封レビューやっておりますので、よろしければね、チャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画が良ければね、高評価お願いいたします。こんな感じでいろいろレビューやっておりますので、引き続きご視聴いただければなと思っております。以上となります。てるてる百貨店てるかいざーでした。バイバイ。